久しぶりに南シナ海で海上自衛隊の潜水艦が任務についているのを防衛省が公表しましたね。護衛艦加賀のもとにはいるものと考えるのが普通ですよね。今回は南シナ海での日米合同軍事演習を詳しく見ていきます。護衛艦加賀と村雨との連携はおなじみですが、潜水艦は毎回変更されているんですかね。親潮型だから旧式になるんですよね。中国は発見していたのかな。海上自衛隊とアメリカ海軍の艦艇等が2021年11月16日、両者の対潜水艦戦闘を想定した合同軍事演習としては、初めて南シナ海で実施したことが公表され、海上自衛隊からは潜水艦も参加したことが明かされた。行動予定や所在地を伏せることが通例の潜水艦について、今回のような合同軍事演習への参加が公表されることは極めて異例だとマスコミ各社が同様の論調で報じており、中国側の反応にも関心が集まっている。今回海上自衛隊とアメリカ海軍の合同軍事演習が行われたのはフィリピンから西方面にあたる南シナ海の公海上だと説明されているが、海上自衛隊から参加した潜水艦の艦名まではさすがに公表されてはいない。報道によれば、海上自衛隊から参加したのは、いずも型ヘリコプター搭載型護衛艦の2番艦、加賀、村雨型汎用護衛艦の1番艦、村雨、そして B1 哨戒機、1機らの艦艇、航空機と潜水艦1隻の模様である。アメリカ海軍からは、横須賀を母港として配備されているアーレイバーク級駆逐艦の19番艦ミリウスと B8A 哨戒機1機が投入されたといい、対潜水艦戦闘を想定した日米両軍の連携行動が試されたもののようだ。合同軍事演習のシナリオとしては、海上自衛隊の潜水艦を敵国のものに見立てて、これを護衛艦加賀、村雨、B1 哨戒機とミリウス B8A 哨戒機が連携して探知、発見し、攻撃を行うまでの一連の対応を行ったとみられる。海上自衛隊の潜水艦 B1 哨戒機ともに南シナ海において、アメリカ軍との対潜水艦戦闘を想定した合同軍事演習を行うのは初めてのことであり、海上自衛隊の Facebook 上にも数枚の写真でこの様子が掲載されている。海上自衛隊の潜水艦が南シナ海へ遠征し軍事演習を行ったと公表されているのは、過去にも2018年9月、2020年10月の2回があるが、日米での対潜水艦戦闘を想定したものとしては今回が初めてという位置づけである。これを受けて同日に記者会見に応じた海上自衛隊の山村幕僚長は、今回の合同軍事演習の実施海域が南シナ海であることを踏まえて、実施海域を問わずこれが行われた点を日本とアメリカとの相互運用性の高さの証明だとコメントした。また翌日の17日には松野官房長官が記者会見を行い、地域平和及び安定に向けた日米の意思の合致と、それを実現可能な実力を示したと答えており、自由で開かれたインド太平洋というスローガンの堅持を重ねて訴えている。こうした点からは、南シナ海の領有を強行しようとする中国に対し極めて明確な政治的メッセージを発することこそが、今回の対潜水艦戦闘を想定した合同軍事演習の最大の目的だったと言えるのではないだろうか。公表された事案としては、前述のように過去の2018年9月、2020年10月の2回に続き、海上自衛隊の潜水艦が南シナ海に進出したのは
3回目となるが、通常動力型潜水艦でそこまで遠征するのは決して楽な行動とは思えない。ことに2021年9月申請されたアメリカ・イギリスとのオーカスという安全保障の枠組みによって、電撃的にオーストラリアが攻撃型原子力潜水艦の保有を打ち出したことから、日本でも検討すべきとの声が増加している。こうした流れを受けて2021年11月19日には岸防衛大臣も記者会見時の質問に答える形で、日本の原子力潜水艦保有は周囲の安全保障環境を踏まえ検討すると述べつつも、現時点でこれが議論されていることはないと否定した。一昔、二昔前であるならば、専守防衛を掲げているはずの自衛隊が南シナ海まで遠征して軍事演習を行ったと認めるだけで、大多数のマスコミ等から大きな非難を浴びせられたであろうことが、想像に難くなく時代の変化を感じる点だ。今回の対潜水艦戦闘を想定した合同軍事演習にも参加している出雲型ヘリコプター搭載型護衛艦加賀にしても、1番艦の出雲を含めて航空母艦化改修が進められており、この事実もかつてを思えば覚醒の感がある。従来であれば航空母艦という言葉だけで憲法が禁じている戦力の保有になると、反対派野党やマスコミからの集中的な批判が予想されたが、ことの外スムーズにその計画が進められている現状は非常に感慨深い。今のような政治状況となる以前にも、具体的には20年ほど前の2001年頃に、日本政府は水面下で原子力潜水艦の保有をめぐる是非を議論したことがあるとも言われており、そこでは原子力の軍事利用とコスト、技術面から進展しなかったという。個人的には世界で唯一の被爆国たる日本において、原子力の軍事利用には生理的な嫌悪感がどうしても払拭できず、また潜水艦に搭載しても安全で費用対効果の高い小型の原子炉を自国で賄うことは非常に困難ではないかと思える。また、海上自衛隊が置かれた近海の防衛を主眼とする潜水艦運用の戦術、戦略に照らしても、遠洋への長期間の航行に向いた原子力潜水艦とは相入れない部分も多く、あえてリスクを冒して建造するほどのメリットは薄いように感じる。オーストラリアがアメリカ・イギリスとのオーカスに基づき、その技術支援を受けて攻撃型原子力潜水艦の保有を打ち出した背景には、これまで親中路線であった同国がアメリカ側に回帰する覚悟の表明とも映る。第二次世界大戦後のオーストラリアは、その地理的な環境から周囲に大きな軍事的脅威はなく、そこまで対外的に強固な海軍力を保有する必要には迫られていなかったが、近年の中国の南シナ海への進出でその考えを改めたのだろう。むしろこれまで親中路線一色とも言えたオーストラリアは、経済的にも中国への依存度が非常に高かったが、新型コロナウイルスの件から中国への警戒感が増し、南シナ海における潜水艦戦力の配備の重要性を再認識したといえる。そうしたオーストラリア側の思惑とアメリカ側の思惑が一致し、南シナ海における潜水艦戦力の一部をオーストラリアが補填することで、インド太平洋地域における中国包囲網を強化する流れが形成されたのだと思える。この11月19日には、今年31回目を数える
中国海警局の船舶4隻による尖閣諸島周辺海域への領海侵犯事例が発生しており、日本が急務とすべきなのは、こうした南西諸島方面への備えをいかに強固なものにするを優先することではないだろうか。そうした観点で考えた場合、ノウハウも建造技術も確立している通常動力型潜水艦の数を増加させる方が、費用対効果の面からも有効性が高く、あえて海上自衛隊が原子力潜水艦保有という冒険を犯す必要性は薄いと個人的には感じられる。日本における原子力潜水艦の保有は、確かに一大海軍力を持つというアピールにはなるかもしれないが、お隣の彼の国が喧伝しているようにイメージだけが先行するような軍備にならぬよう慎重な検討が必要だろう。